隊シアンちゃんを助け出して生きて帰ってこいよな。あ、そのつもりだよ。それにしてもアシモフは一体どこに行ったのかしら。リーダーのことだ。こっそりそのエレベーターに潜り込んでいて、おいしいところで GV を助けようとか、そんなことでも考えてるんじゃねえか。いいの、あなたじゃないんだから。はい、モニターリーダーのこの時間真に、この国の未来を憂いておられる。
私は喜んでこの身、この魂をも捧げよう。私は光、終わらせる。ゼロブレイド、行く末を照らす輝かしき国防の礎なり。日の光に映る我が国、栄光の歴史に影を出す者、我が光の本流に飲まれ消えよ。気にせよ、ラッシュティンガー。もう一度僕が眠らせて終わらせる。ゼロブレイド、あいつら破断せよ。ガリアル、蘇らせていたのか、エリーゼ。そうだよ、私がこうやってやだやだやだ。ああ、生き返ってすみません。その姿、まだ別の人格がいたのか。大正解。前に戦った時、死ぬ瞬間にそいつの魂を逃がしておいたと。最も危険なエリーゼ、その魂の封印を解いたのよ。正直、一か八かの賭けだったわ。そいつは私もスメラギも制御できない獣。でも賭けは私の勝ち。だって私たちはこうして蘇ったわ。さあ、4人で遊ぼうか。改めて自己紹介で、僕たちは
化け物相手にも聞いたようだ。生命を支配するのは神の摂理に背く許されざる行為だ。貴様もだ、アームドブルー。貴様も俺が断罪する。この先スメラギの企みディーバプロジェクトと奴らの好きにはさせん。スメラギもサイバーディーバもこの手で始末する。スメラギを打倒するというのなら手は貸す。だがシアニを絶対に手出しさせない。貴様の手など借りぬ。化け物は一匹残らず根絶やしにするまでだ。貴様もこの銃弾で神の身元へ送ってやろう。滅びよ。お前はそこまで能力者を奪い取れ。グリードスナッチャー。俺は亡き父の意志を背負い戦っている。父、皆だ。滅せよ。
協力者を利用して利益を得るか、その遺産を全て握りつぶし基地を死へ追いやったか。焼き払え、エイジのルパー来た。リーバプロジェクト能力者の完全支配だ。ヒーリングボイス、くだまとえ、ラストドップラー。奴らのようなクズら化け物どもを利したところでその先に待つのは破滅だけだ。ヒーリングボイス、だからこそ化け飛ばし、アームドブルー、ライトニングスリア。化け物どもは一匹残らず根絶やしにしなければならない。封殺せよ、これ。人間が生き残るためだ。ユガと玉者だ。人間だ。アロガントファンク。化け物か、人間を語るな。貴様らは、こうだ。今は一刻も早くシアンを助けたい。お前に構っている暇はない。僕は行くよ。拾わせてもらおう。そのうち今の俺では、いや、試練は止められんだろうからな。せいぜい化け物同士潰し合え。俺は自分の信念を曲げるつもりはない。いつか必ず貴様を倒す。ガンボルト。